11月に幡ヶ谷のバス停、幡ヶ谷原町のバス停のところですね、そちらのベンチでホームレスの女性が殺されました。犯人はボランティアでゴミ拾いをしている人で、女性がベンチにいるのが邪魔だと思い追い払おうとして殴って殺したそうです。私も毎朝ゴミ拾いをしているので、この事件は衝撃的でした。ゴミ拾いをしていると世間の矛盾に直面します。慈悲の思いと解がなく、ゴミ拾いを続けるのは厳しいと思います。ゴミは除去しなければいけない。気に入らないものは除去、排除すべきとなり、殺人にまで至ります。ゴミ拾いの実践の中で、慈悲と解が育ってゆけば理想的なのですが、なかなかそうはいきません。自分一人のゴミ拾いに満足していれば良いのでしょうか、うん、まあすごくいい考えと感だと思いますよ。だからみんなそこら辺は考えるべきポイントですね。なんか表面的に良さそうに見えるものにみんな飛びかかるんでしょう。ただゴミ拾いは、まあ、表面的に素晴らしいこと、街をきれいにしましょうって言ったら、もうすごい場面的にすごく素晴らしいことで、結構その考えにみんな飛んでいくんですね。でそちらに問題あるんですね。やっぱりこの表面的に良さそうに見えるだけ で気をつけなくちゃいけないんですね。だからこのボランティア世界でね、結構そういう問題があるんです。道徳がないんです。でボランティアという言葉っていうのは、このキリスト教のこのミッショナリーの方々がね、まあ広めた言葉で、初めからあんまりボランティア的じゃないんですね。苦しんでる人々を助けてあげて、神の教えを教えてやろうかなとね。だから神を信じることが大事であって、人を助けることはそんな大事じゃないんですね。だからこのそれもまあ本当にボランティアの精神ではないですね。とにかくそういう人々はこの神は信じてないと思いますね。神っていうのはみんな、まあキリスト教の神はね、キリスト教ではやっぱり愛っていう言葉ですから、ね、殴っても殴り返せないよという教えですから、人を苦しんでるならば助けましょうという意識市民のみでやらなくちゃいけないんですね。だからまあそうやらないんですね。あんたいくらなんでも神も信じてないんだからねっていう感じで寂しするんですね。それから教育のない、そういういろんなヘンディ持ってるね、経済的にすごいヘンディ持っていて、教育のない、教育できない、ところに行って、まあとにかく広げて広げていく。だからまあこの人はできてないんだから、できてない人は頓陣地で怒り嫉妬憎しみで自分を高く上げて他を軽視するような心があったままで、上に何かかぶせてもあんまりかっこよくないんですね。だからちっちゃなこの袴羽織というんですか、お正月の服はね、これ小さなものはすごい可愛いんですね。まあそれは子供に聞かしちゃうと超可愛く見えるんですね。
しかし犬も捕まってね、まあ、子供も犬も大体体の大きさ同じだからね、犬に聞かせてもそんな怖いんですかね。我々はまあ相対的概念で可愛い可愛いって言うかもしれませんだけど、犬は裸の方が可愛いと思いますけど、私ですから、このそれを例え出したのは、こうやっぱりこの道徳といわゆるボランティアみたいな素晴らしい道徳的な概念をこう人がかぶっただけでかっこよくならないんですね。それを気をつけなくちゃ、要するに答えたって感じで質問した方が言ってるような感じで、このやっぱり慈しみでやりましょうと。自分自身の慈悲の行為として行うんですね。慈悲の行為として行うと怒りが出てこないんですね。例えば公園のゴミ拾いする場合は、もう拾っても拾ってもまだみんな遊んで、まだゴミを捨てたまんまで出ていくと、まあ、なんだこれは、腹と腹が立つ可能性がありますね。まあ、行儀悪いんじゃないのか、ないのかとかね。で、そこら辺がこのハンディのポイントなんですね。他人の過ちを探す。で、考えてないのは、人は無差別にゴミ捨てないと、ゴミ拾いという立派な行為は成り立てないんでしょうね。だから、マスズヒトブットがいなかったら、ヨーロッパのミシュナリの方々にボランティア活動できないでしょう。だから、どちらが偉いんですかね。で、そこは、なんかマザー・テレサがね、よくなんか考えていたような気がしますね。自分が何やってるのか。で、だから自分がこの自分の宗教組織からね、すごく非難を受けていたんだから、インドに飛ばされちゃって、インドのマスディト人を助けることにしたんですね。で、で最初はね、まあ人を助けてあげて、とにかく神様を信じてくださいと言って、もう神を信仰させて、まあ2日3日で亡くなるんだから、みんなだから亡くなる1日前2日前に、私は神様イエス様を信じますと懺悔しますと言って亡くなると言います。それどういうことかと。で、いくらやってもなんで世の中にこれぐらい不幸あるんでしょうかと。それで自分が素晴らしいことをやったからこそ教会を認めたんで、って教会にバカにされていたんです。世間が認めたからノーベル賞も取ったりしてね。それでいやいやで、バティカンの方でも、じゃあ、まあ、見てやろうかなとかね。だから何なのかと、この世界っていうふうな考えは彼女にありましたしね。まあ彼女先生問題なく自分の仕事をしっかりとボランティア通して完璧に。ボランティア仕事を完璧にやって亡くなられたんですけど、ですからまあ認めるのはね、聖人として見てるのはいくね、私は構わないと思います。
で、それは彼女を宗教に立てようとするのはね、これやりすぎですからね。まあ、ですからこういう衝撃っていうのは、だからこの人を殺した人にとってはもう怒ってるんですね。ゴミがあるわあるわあるわとかね。だからまあ本当にやっぱりね、ボランティアするのは自分の心を清らかにするためやと思わなきゃダメなんですね。ボランティアは慈しみの実践であると。だからこういう反対の環境がないと相対世界成り立てないんですね。自分は忍耐があるのかと、忍耐できる人かと知りたければ、自分を非難侮辱する、まあ無差別にも何の理由もなく勝手に自分を非難する人々のに出会った方がいいんです。そうすると自分の忍耐あるかないかとかね、よくわかるんですね。だからこれどんな先行為であっても、社会にかかる先行為でしょ。仏教では先行為に2種類ありますから、自分自身の先行為と自分が社会に対して行う行為ですね。だから起こらないということは、本当は自分自身の善行為で、人と付き合っている場合は起こらない場合は社会に対する善行為で、そういうことでこの社会がいて道徳が成り立つというところもありますね。だから社会に文句言ってはいけませんよ。まあすぐそう思ってしまうんですよ。例えば道路で、ビール飲んで、警官そのままポイントさせて行くんですね。だからこの1ヶ月前ぐらい、スーパーに買い物に行ったところで、スーパーの外でビールの空き缶3本ぐらいそのままポイ捨てて、だからなんだこんなことをするのかっていう気持ちにはなりますね。まあ私はゴミ拾いしないんだから黙って見ないふりをして決まったけど、いやだから私はその瞬間で考えたんですね。でじゃあ私はどう考えるべきかと、この酒飲んだ人は行儀悪い、だらしないと言うべきか、それ一つ。あるいはそこで酒飲んだんだけど、ビール、酒じゃなくビール飲んだんだけど、空き缶どうするのかって、空き缶入れるところがない。もしかしたら人はどこかにこれ捨てたいと思ってみたんだけどなかったと。もう我々は家がある人々はそのまま持ち帰って家で捨てる処分すればいいんですけどね、そういう条件もない可能性もありますね。自分に住むとこはないんです。それでも夜はビールいっぱい飲みたいんです。で飲んだところで空き缶どうしようかっていう、だからそういうこともある。だからとにかくそちらにもそれなりの訳があってそこを育てているんです。
分け正しいかどうか分からないんです。あるいはもうすごいいい加減な若者たちがね、先なんで残念ながらこれ言いといていきましょうよと、誰が処分するでしょうにと言って無責任、それもその方々の言い訳なんですね。ですからこのやっぱり心を清らかにするためにやった方がいいんですね。まあそういうケース見ながら私もいろいろで考えちゃうんです。だからいろんなシミュレーションしてみるんですね。だから見たところであの場所環境を見たらそっちであってはならない、どう見ても、それなりに綺麗な場所でね。だからいきなり自分の主観の判断で行くんじゃなくて、いろんな状況をシミュレーションして見るんですね。しかしゴミ拾う人だったらそのシミュレーションいらない、あゴミだ、はい拾います、それで終わり。その方がすごい精神的な楽になるんですね。だからゴミ拾いっていうのはこのまあ続けるのは厳しいというかね、まんない厳しくはないと思いますけど、やっぱり自分にもいろいろ仕事があるしね、用事もあるし、そこで厳しくなってくるんですね。例えば時間決めたらね、朝、まあ、7時にゴミ拾いしましょうと。でも毎日できない可能性はいくらでありますが、そういう点では厳しくなるかもしれませんだけど、で私はよこういうあのボランティア行為はすごい気分がいいと思いますよ。ですから我々はなんかいいことをしちゃったっていうね、自分の心の喜びを感じてほしいんですね。だからあのおせっかい、世間に対しておせっかいではないんですね。そういうのは学校の先生やるでしょうね、子どもたちにね、ちゃんとゴミを分けて正しく処分しなさいとかね。我々はそこで捨てたゴミを拾って、それによっていいことをしたっていう気持ちになればいいんですね。はい、まあそんな程度ですね、私の意見は。はい、ありがとうございます。次の